はい、どうも、レギです。本日はですね、ドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけども、今回のそのターゲットですね、ターゲットこの暗殺者みたいな格好をしてる、ファイヤーさんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。でも、この子はもうどのドッキリするのか今わかりません。今、ガチアサリをルールで選んでるんですけど、まあ、ガチアサリあると思ってます。はい。で、今回我々は、とりあえずまずは、一戦、バレないようにガチアサリをやりましょう。はい。まずはガチアサリを普通にやります。で、これが普通のバトル、これが普通のプライベということをまずこのパイヤーに、伝えるために普通にやっていきたいと思います。はい、間違えしました。ヤガライチャバガチアサリ、まあ、今回ドッキリなんですけど、まずはこちらをご覧ください。ターゲットはシャープマーカーを持ってる、現在出張中らしいですね。出張らしい大人のお兄さん、大人のお兄さんに、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、まあ、最初はね、カモフラージュするためにバトルをするので楽しみましょう。行くぞ、みんな。まずはもう、アサリを楽しむ。当たれ！俺の攻撃当たれ！当たんない！ナイスバリアだね。ナイスバリア。これはちょっと、アサリ持っていくか。そしてミサイルを打ち込んでいく。左から来てるか？いや、なんかソナーがいい感じに、俺のミサイルいい感じに入ってるよ。いけいけいけ。こんにちは、どうも。どうも。あ、やばいやばいやばい、バレたバレたバレた。ちょっと帰りましょうか。ちょっとバレちゃったバレちゃった。やばい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 、バレちゃったバレちゃった。頑張れ、出張中のファイヤー。出張って何しに行ってんだろうな。出張って。いいな、出張。俺してみたかった、出張。出張何してんだろうね、あと聞きたいんですけど。あ、なんか、俺、倒したよ。なんかで倒した。攻撃一人倒した。あ、ここにある。あ、消えちゃった、目の前で。残念だ。味方持ってきてくれてるから、俺は、スペシャルで、オーケー、スペシャルで相手を引かしてる。ナイスナイスナイス。今、チャンス。今、チャンスだよ。今、チャンス。いけ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 。ナイス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 バリアナイスバリアナイス、バリアめっちゃ強い、バリアめっちゃ強い、このバリアめちゃくちゃ強いですね。うわ、びっくりした。ちょっと2個入れときました。オッケーオッケーオッケー。そしてさらに2個上から投入。間に合うかな、この3個もいけるかな。あ、仲間がつないでくれてる。ナイス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 。はい、逆側からちょっと狙っていきましょう。あー、やられちゃったけど入れられたよ。よしよしよし、幸先。仲間が入れてくれました。よし、俺も出張しに行こう。このラプトで出張してくるわ。うわー、出張先に誰かいる。やばい、危ない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 。出張先に誰かいるぞ。いっぱいいる、出張先にいっぱいいる。帰ります、ボス帰ります、ボス。はい、ミサイル撃った。相手の出張の邪魔をする。ファイヤーは出張中。よっしゃ、けどボムが危ない。こっちにもいるな、敵が。どうしよう、守りが硬いから動きづらいよ。これミサイルからじゃないときつそう。ボムが多いですね、ボム。ナイス、スペシャルを絡めてくれるのは嬉しいけども、相手もカニタンクだ。相手もカニタンク。ミサイルためよう。ミサイル俺がためて、ミサイルを俺が撃った時に味方にはゴーだ。ゴー、ここでゴー、いけ。何、今やりきれてないだと。ナイス、このミサイル後のゴーがちょうどいいです。ナイスナイスナイス。わー、やられちゃった、惜しい。取り倒したけど、こっちにいっぱいいますよ。オッケー、倒した倒した倒した。やめて、ナイス、ミサイル打ち込む、やったー。オッケー、とりあえずこれで、ファイヤーさんは、きっと、これがただ普通にやるプライベートマッチだと思ったでしょう。まずは種まきだね、これ。餌をまいといて、餌まいといて、これは普通のバトルってことをね、印象づけられました。で、今からドッキリを仕掛けていきたいと思います。
はい、それでは彼にドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、本人は気づいてないと思うので、どんな反応するかみんなで見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。やがら市場ガチャサリー、今回は本番ドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけども、まあみんなが1分間経ったら全員止まってしまったら、止まってない人はどんな反応をするのかってドッキリなんですけども、最初にこうやってナイスをしてね、さっき勝ったからナイスをしてチームを鼓舞する感じにしてあげよう。はい、ナイスしよう。もう一回ナイスして、戦ってる感出すぞ、みんな戦ってる感、戦ってる感出すぞ。アサリは邪魔だから捨てとこう、俺アサリ捨てとこう。この場所、これ今みたいなバレたらね大変になってた。多分バレてた、アサリこいつ捨ててる、変なやつがいるって思われなくてよかった。よし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 、最初の30秒いい感じだね。攻めてる感じを出そう、攻めてる感じを。スペシャルもう一回打っちゃって、オッケーオッケー。ファイヤーどこだ、痛い。いるねいるねいるね、真剣にやってますね。ナイス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 、いいよ、いい感じ。おお、来るぞ。俺ちょっと真ん中の方行っとこうかな、ここで見たいな、真ん中にいよう、ここにいよう。よし、はい、終了、止まり。止まり。待って、味方全員止まってる。俺ら近くで、あれファイヤーも止まってる、なんかファイヤーも止まってる。なんでなんでなんで止まってんだ、相手も止まってるぞ。これすごい、何にも伝えてないのになんか止まってる、どうしたんだろうってなってんのかな。全然動かない、アサリ割れた、全然動かない、なんだこれ。もうむせちゃった、意味が分かんなすぎてむせちゃった。何これ、空気読んでくれたのかな、何。空気読んでるのかな、なんか真上向いてる。真上向いてるぞ。これさ、真上向いてるってことはさ、放置した。あ、いやいやいや、なんか動いたぞ、顔が。顔が動いたよ、今。顔チラチラ横見てさ、周り見てる、これ何みたいな。せっかくなんで、みんなに頭を上下に振ってもらいます。上下に。こうやって。よし、これでどんな？横の子がもうめちゃくちゃ頭振ってくれてる。横の子が。ええみたいな顔してる。ええー、みたいな。いいよ。すごい。なんか、兄弟みたいだね、この二人。全員、せっかくなので、ファイヤー動かないので呼びました。待って、ファイヤーも来た。で、みんな来たらファイヤーも来た。ついてきた。なんかついてきたぞ。ついてきてくれた。一緒にスプラトゥーンやってるから、なんかみんな空気読んでる。空気読んでる。